材焼くだけでうますぎる無限焼きもちポテトを作ります。じゃがいもの皮を剥いて芽を取り、5ミリ角に切ったら耐熱容器に入れ、ラップをして600ワットで3分加熱したら、半量を取り分け、フォークやマッシャーで潰し、水、片栗粉を入れ混ぜ合わせたら、半量のじゃがいも、塩、胡椒、切り餅を5ミリ角に切ってボウルに入れ混ぜ合わせます。フライパンに油を引いて中火で熱し、材料を手に取り平らな円形に整え、フライパンに並べたら返しながら両面に焼き目がつくまで焼きます。焼き目がついたら取り出してお皿に盛り付け、完成です。潰したじゃがいもで材料がしっかりとまとまり、外側はカリッと中はもちっと食感が無限にいけちゃう美味しさ。お餅とじゃがいもで簡単に美味しく作れますので、ぜひ作ってみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。